企業でもそうですが、医者の世界も結婚や出産で仕事を辞める人がかなりいるそうです。多忙なので辞めざるを得ない場合が多いです。だからなるべく男に来てもらいたいというのが本音なのでしょう。ではどうぞ。東京医科大学の医学部医学科の一般入試で女子受験者の得点が一律減点されていたことが大きな問題となりました。この問題に対し様々な反応が噴出した中で異彩を放っていたのがフランス大使館のツイッター投稿です。フランスに留学に来てくださいと驚きのデータを提示。フランス大使館による話題となったツイートはこちらです。フランス大使館がツイートで伝えたのは、フランス国内で医学、歯学、薬学部への女性進学率が男性を上回っているという驚愕のデータでした。3年後には医師の数も男女同数になるとのことです。素晴らしいと賛同の声多数。フランス大使館がグラフ付きで示したデータに対し驚きの声が多数上がりました。素晴らしいメッセージですね。フランスに行ってみたいな。できる女性は海外に行きましょうか。大学で勉強するのにかかる学費も安いんですね。フランス流の粋なジョークとして受け止めている人も多いようです。医療に携わる人やこれから医療の仕事に就きたいと希望する人たちからはフランスに留学したいというコメントも寄せられました。フランスで医療関係の仕事に就けたらすごく嬉しい。選択肢が広がるツイートをありがとうございます。とはいえ日本でも男性だから女性だからという区別なく学生の学びの道が開かれることが理想です。ヨーロッパの医師事情の話を参照にするなら、ヨーロッパの医師の給与水準やロイヤリティの水準の話が伴わなければならないと思います。